YouTube をご覧の皆様、こんにちは。今回は久しぶりの銃のレビューをさせていただきます。今回ご紹介するのはこちら、GMEJOGSRS。 簡単に説明いたしますと、以前ご紹介した GC16 プレデターの少しグレードの低いモデルとなります。グレードというとね、まあ、いろんな要素があるんですけども、パーツのクオリティがちょっと低かったりするみたいで、あとね、プレデターがね、初速が箱出しで92ぐらいあったんですけど、こちらはね78でした。そのあたりがね、なんか丸いの次世代とスタンダードのような関係性かなと個人的に思ってますが、とはいえね、2、3年前に実は、CM16SRL の方を所持してたんですけども、なんかね、以前よりね、内部の作りがパーツ一つ一つだったりがね、あとメカ棒だったりが、なんか高級感がちょっと増してるような気もします。こういうね、電動ガンはね、ロットによってだいぶ質が変わってくるので、まあ、特に海外製はね、そういったことがあるのかもしれません。まあね、せっかくレビューなのでちょっと大まかにね、レビューっぽいことをしますと、フレームとあとストックは樹脂で、まあ、ストックパイプはもちろん金属で、ハンドガードも金属です。ハイダーも樹脂ですね。まあ、そんな感じです。プレデターはね、ハンドガードからフレームまでが金属だったはずです。多分ね、プレデターはね、フレームも金属だと思いますが、こっちは樹脂です。長さの比較でいくとこんな感じですね。あ、意外とほぼ変わんないんだな。はい、こんな感じです。このくらいの長さとなります。質感はね、安いとはいえだいぶ良くてですね、まあ、ほぼ変わらないかなと素人目では思います。チャージングハンドルもね、可動式で、安いスポーツラインのモデルね、もう少しもう1個下のグレードのものだとチャージングハンドル引いてもこうジェクションポートが開かないものもあるんですけども、まあ、こちらは開くものとなっております。トリガーガードがね、いつもみたいにカスタムの感じでね、グリップもカスタム品となっております。これはね、結構握りやすくていいんですよね。で、こちらですね、 G&G の安いモデルだとついてこないんですけども、 CM16 はこの G&G の多段マガジンが付属しております。まあね、最近発売した ARP9 と同じぐらいのグレードかなと思います。そして何より他の高級モデルと同じくモスフェットが、入っているんですね。モスフェットが入っております。本体価格がね、今 Amazon で3万円ぐらいだったんですけど、ショップで今日見に行ったら、2万5000円で買いました。2万5000円で、電子トリガーの入った反転バーストまで撃てる銃が買えるということで、なんとも素晴らしい銃となっております。一応ね、G&G 特有のこんな面白いストックだったりして、結構ね、所持してて満足感のある銃かと思われます。でですね、まあ、この銃の、まあ、個人的にね、ちょこっとだけ気に入らない点というか、あくまでね、個人の感想ですけども、ノーマルでね、このようにちょっとストックが、G&G のもので、このようにペンストックなので構えづらいというのと、あと全体的にね、細身のハンドガードなのでストックがでかいので、バランスが悪いなと、シルエットのバランスが悪いなというのがちょっと気に入らなくてですね。あとこのここにね、コンバットマシンというね、独自のシリーズの刻印があるのもちょっと、多分これはね、結構あの評価が分かれるところだと思うんですけども、僕もあまり好きではなくてですね、まあ、そういったところからあまり注目を浴びてない銃なのかなという印象ですが、とはいえそのポテンシャルは計り知れず、大々的に注目はされないものの、密かに人気のある銃ではないかなと思っております。それじゃあね、いつもみたいにね、この銃をカスタムしていきます。果たしてこの子がどんなコンセプトのもと、どんな風になるのか楽しみですね。それではどうぞ。